平和観音寺と世界平和大観音像平和観音寺は、兵庫県淡路市鎌口にあった寺院博物館。正式名称は、豊か清山平和観音寺だが、宗教法人の認証は得ていない。土台を含めた、高さは100メートル、像自体の高さ80メートルの世界平和大観音像は、建造当時は、世界最大の像として話題になったが、 2006年2月26日に閉館支配墟となっている。淡路島の空撮映像などにおいて、その圧倒的なスケールの大きさが話題になることが多かったが、老朽化により2021年に解体が決定された。大阪市西区を中心にオフィスビル、賃貸マンション、ビジネスホテルなどの経営で財を成したグループの創業者の内とが取材を 出身地である、淡路島に1977年に建立したもので、ある。100メートルの巨大な観音菩薩像が施設の中心となっているほか、敷地内には十重の塔、五百羅観像、自由の女神像のレプリカ、蒸気機関車、D51828 も置かれていた。観音像の台座部分の1階は、豊か清山平和観音寺として本尊が祀られ、 宗教施設の様相を呈しているが、上階並びに、誓いのほとんどは、屋内の個人コレクションからなる博物館である。また、観音像の首の下付近には、大阪の街並みや大阪湾を一望する展望台が、設けられているが、強風の日などはこの場に立つと大きく揺れる、ありさまであった。この展望台が、 鞭打ち小治療用のギプスを連想させることから、鞭打ち観音の異名を持つ。内部4階にはかつて海の見える展望レストランも存在したが、経営が悪化すると休業となった。観光客誘致目的で建立された当初は、多い日には2000人の来客を集め周囲にも波及効果があったものの、この異様な展示内容が一部構図からにマニア、受けしたのみで、 一般観光客や観光業界、地元からは異端にされており、管理のずさんさも手伝って帰り見られることはなくなっていった。1988年に屋内が死去し、妻が医師を引き継いで営業を継続するも、その妻も2006年死去したことから閉館され、次第に後輩支配墟となっていった。閉館後は、 遺族が相続を放棄したため、アメリカのリーマンブラザーズ系金融機関が一時再建を保有したが、同社が2008年9月に世界金融危機により会社構成法を申請したため、別会社へ再建が移行した。神戸地方裁判所により2007年から2008年にかけて競売にかけられたものの入札者はなかった。以後は全く管理されておらず、 経年劣化によりコンクリートの破片などが周辺に落下するなどのトラブルも発生しているが複雑な権利関係により撤去は進まず地元では問題となった東海の危険も出てきたため対応を協議する機関として淡路市が2009年5月に世界平和体感温増検討委員会を設置した2011年9月10日再建者に通知の上で 淡路市職員ら50人が内部調査を行ったところ、体観温存台座の出入り口は壊され、盗難や雨漏り腐食などが確認された。展望台は望遠鏡が倒れ、雨漏りや天井板の破落などがあり危険な状態であった。ことから、出入り口の封鎖や重々の塔の屋根に吹かれた銅板の飛散防止対策などが行われた。2012年頃には、 評価額6億2000万円関連施設を含めた不動産取得税と登録免許税合わせて4000万円以上で一時売却が進行し税金の減免についても淡路市から一定の情報が引き出されたものの建築費に由来する高額な税評価額から売却は成立しなかった2014年8月の台風第11号通過時や2018年には 外壁が一部崩落するなど危険な状態となっている。2019年時点で、淡路市都市計画課は、空き家対策特別措置法の対象になると思うとの見解を示しつつも、市長は、そこまで強制的に行うのはどうかと難色を示しており、債権者からの訴訟や税金支出への反発も予想されることから、具体的検討には至らなかった。 相続人がいないことから、民法の規定により2020年3月30日付で、土地を含めて国の所有物となった。これを受け、4月1日、財務省近畿財務局が、観音像を周辺施設とともに解体撤去すると発表した。2020年度中に等と参問、2021年度から2ヶ月で、観音像をそれぞれ撤去する予定。 2021年5月21日、近畿財務局は、観音像の解体工事を6月に始めると発表され、翌月の2021年6月15日より解体工事が開始された。解体費用は8億8000万円と試算されている。20メートルの台座部分は、地下1階、地上5階建ての博物館、6階以上が80メートルの 観音像本体となっており、首の下あたりに大阪湾を望む展望台を持つ。入場料800円。現在は廃業。屋内陶芸美術館、屋内豊吉は、この平和観音寺のほか、大阪府豊中市にも自身が収集した美術品を収蔵した屋内陶芸美術館を1972年に創立している。平和観音寺は、 屋内の妻の死後、法的には、屋内一族の手を離れる形となったが、豊吉が創業した、不動産事業グループは、豊吉夫妻の遺族の手で承継され、屋内陶芸美術館も、遺族の運営により、公益財団法人として存続している。なお、表札の屋号は1977年開業の、平和観音寺の案内表示に合わせたのか、 屋内近代美術館と修正されている。産経新聞の報道によると、豊吉夫妻の遺族は、平和観音寺の法的権利を放棄した後も、豊吉が建設した施設が、地域に迷惑をかけていることに対する、道義的責任は感じているとして、ふるさとの税という形で、相当額を淡路市に対して、 毎年納付し続けており、淡路市の観音像対策関連事業も、この遺族からの納税が財源として当てられているという、ありがとうございます。